イケメンでありながら顔以外と散らかっていると言われている熊原健斗の天然っぷりを紹介します。 DeNA 入団後、実家の神社の手伝いで参拝客にヤクルトを配布。 DeNA 本社の新人選手挨拶で周りがスーツで来ている中、一人だけ制服で参加。伊能に俺より変なやつと心配されます。熊原といえば方向音痴で有名です。神宮では入り口が分からずファンに場所を聞き、そのことをツイートされます。ハマスタではホームにもかかわらず、試合中着替えようとロッカーに行こうとしますが迷子になりカメラマンに聞きます。着替え終わりベンチに戻ろうとしますが再び道が分からなくなりカメラマンに聞きます。登板を終えロッカーに戻ろうとしますが逆方向に歩いていき同僚に誘導されます。ホームの球場で1日に3回迷子になるという快挙を達成。